SF 映画の主人公エイリアン、彼がラジオ体操を演じた。第一体操、手を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、宇宙生物エイリアン、爆発的ヒットをした映画の主人公である。彼が演ずる NHK ラジオ第一体操、滑らかな手足の動き、神経が指の先まで行き渡っているようである。中に人が入っているのではない。コンピューターのソフトウェアが世界で初めて作った映像である。人間の微妙な動きを生々しく表現したこの映像、一体これはどうやってできたのか。 NHK スペシャルのシリーズ、電子立国が再び登場することになりました。前回のシリーズ覚えてらっしゃいますかね。電子立国日本の事情で、戦後の荒廃の中からいかに日本の半導体産業が築き上げられてきたかをお伝えしました。それはですね、シリコンという小さな石の中にどうこの膨大な電気回路を組み込むかという、いわば集積回路というハードウェアに挑戦する物語でした。今回は相田さん、それをどう使いこなすかというソフトウェアの話になるんですね。そうなんですね。もう何年になりますかね、あれから。4年なんです。4年ですか。ちょうどあの頃ね、実はその放送中にいろんな電話かかってきましてね、あのデジタル技術とか、あるいはあのコンピューターソフトウェアとか、言葉だけよく知ってんだけど、中身がよく分かんないんで、あのあれもそれもね、あのああいうスタイルで番組にしてくれないかっていう話がありましてね、電話があったんですよ、お客様から何本かね。それで、そうだと思って調べて、これが、ね、想像以上にあのこう深い世界でありましてね、あの広がりを持った世界でね。で、いろんな変わった人がやってるんですね。もうあの先覚者たちは、大変面白いと思いましたね。あれからもううち全員でね、走り回って9本用意したんですよ。いや、あのこれからはソフトの時代だとかね、ソフトが大切だとかってことはよく言われるんですけれども、これがね、その難しそうで、今回は、あの理屈言えばキリはないんですけど、理屈なし、もうとにかく理屈なし、でとにかく、ね、今そのアメリカの、そのコンピューターソフトウェアの現実がどうなってるか、もうその結果だけで見ていただきたいと、それで一番最初これね、これを最初あの、ラジオ体操したじゃないですか、エイリアンのラジオ体操、はい、実はあれね、あの私のラジオ体操なんですよ。私がラジオ体操すると、もうそっくりそのままエイリアンが私の動きに応じてラジオ体操をしたという絵があれだったんですね。まず私がエイリアンに変身するところからご覧いただこうと。ニューヨーク郊外の小さな町グレンコーブ、ここに最近進出してきたのがアクレイムエンターテイメント社である。8年前にロングアイランドの片田舎で社員8人で始めたこの会社は、今社員400名、売上500億円、全米最大級のゲームソフト会社である。このフロアは会社の心臓部、どの部屋でもプログラマーやデザイナーがコンピューターに向かっている。彼らが今取り組んでいる仕事こそ、日本製の新しいゲーム機に載せるソフトの開発である。ここは彼らが将来への大飛躍を信じて建設したソフトウェアの工場であった。モーションキャプチャースタジオ、天井までの高さ8メートル、幅15メートル、奥行き20メートル、壁床天井も黒ずくめである。部屋の四隅にはそれぞれライトとカメラがスタジオの中心に向いている。一体ここで何が始まるのか。一体ここで何が始まるんですか。いや、それが自分にも分からなかったんですよ。今日俺何やられるんだ。 Put this suit。 え？ Put on this suit。 なんせスタッフが教えてくれないんですもん、前もって。え？このままじゃダメなんですか。
このままで。いや、随分抵抗してますでしょ。いや、やめて。え、取るの？やめて。でも、私はね、あのね、上着のままでいいとばっかり思ってたんですよ。ああ。うん。これも。ああ。全然話が違うな。この上着のままじゃダメなの？え？これで言って。うわぁ、参ったな。こんな話聞いてないな、全然。そして？あ、ズボンも？いや、参った。下もですか？そうなんです。パンツまで脱げてるんですよ。へぇ、うん、体の線をね、きちっと出すにはね、あれ、何もつけない方がいいんですって。あ、これもダメ。それで、あ、これも。これ、え、これ着るの？下に何もつけないで着るとね、つまりキャラクターの動きが人間、ますます似てくると。あ、なんか今音しましたね。いや、恥ずかしい。ああ、それでどうするんですか、これから。測るの？He's finding the center of your rotation. これなんで測ってるんですか、これ。関節と関節の間を正確に測るんですって。Create a mathematical skeleton that matches your bone legs. そんなことになるなんて夢も持ってないよ。これが、こう関節のね、ちょうど曲がるポイントを骨の動きを出す。これはこの感じですからね、首回り、胴回りね、腰回り、もう太ももから足首、手首まで全部、これ測るだけで40分ぐらい。そうするとね、なんかあの、コンピューターが骨の中心を計算してくれるんですって。これの、これは鏡。鏡？はい。これ、光が当たったら、光るの？ Yes, this will be lit from the camera. つまりね、光の来た方向だけに反射する鏡。光物つけるわけだ。全部で何個って言いましたっけ？we're using 64? 64。64個。もう全身まとうんですよ、ですからね。これですもんね。頭にも。はい。もうね、自分で大体姿が分かっておりますね、これは。相当みっともないことになってると思ってね。もう自分じゃないみたいな。もう完全に私じゃありません。いよいよスタート。もうそんな難しいことできないよ、年だもん。第一体操。上げて大きく背伸びの運動から、はい、1。あやさん、モーションキャプチャーってのは何のことなんですか。はい、あの体の動きを何らかの方法、この場合にあの光る点でデジタルに捉えて、つまり数値化して捉えてコンピューターに記録すること、そこまでがモーションキャプチャーですね。その後それを使っていろんなことをやろうというわけですね。え、マジですまあいいか。Witness points all lit up. He's going to come and grab a sword. これはあのスタジオの中についている一台一台のカメラだと考えていいんですか。 Yes, these are the four cameras. 4台のカメラ。 Four cameras in the four corners of the room. Camera 1, camera 2, camera 3, or camera 4.なんで4台もいるんですか。 The four cameras so that we can see the movement in three dimensions, right? So it's, we can't just look at it from one point of view, we must look at it from at least three points of view. So we have four cameras so that it always sees at least three views of these witness points, as we call them. This image is this the same movement. This image is after we have digitized all of these camera views in through the computer, digitization, and then presented in a digital format. 全ての開発者とラインで結ばれているコンピューターオニキス、画像処理専用の装置である。これで走るソフトウェアが光の点を体の動きに変えていく。
スクリーン上で光る点が体につけた反射鏡のどれなのかを瞬時に決定し、体の動きとして検出するのである。一旦データとして記録された体の動きはソフトウェアで自由に加工できる。人間の動きは線の動きとなり、立体的なアニメの動きになり、皮膚がつき、たちまちキャラクターの動きに変わっていく。ゲームやコンピューター映像の世界でこれまで最も難しかったことは、映像に人間らしい微妙な動きを与えることだった。それが可能になった。人間並みの動きをする電子映像が安く早く自由にできるようになる。アクレイム社は将来にわたって莫大な金を生むソフトウェアを手に入れたのである。すごくリアルな動きをするんだと思ったら、うん、相田さんの動きをコンピューターが感知して、コンピューターがそれをエイリアンの動きに変えたと、そのために裸になってね恥ずかしい思いをしましたね。これが人間の体をね、人間の動きを、つまりモーションキャプチャーに撮った人間の動きをキャラクターの動きに変えるためのソフトウェア、たった1本のこれだけのデジタルテープなんですよ。これがあるがゆえに、私の動きはエイリアンの動きに変わったわけですね。このソフトウェアを開発したのがアトランタのベンチャー企業バイオメカニクス社。この映像は彼らがモーションキャプチャー技術の研究用に作ったものである。学生時代、私は重量挙げの選手でした。大学のコーチが私にどういうフォームなら砲丸投げがより安全にできるかを考えるよう命じたのですが、それがきっかけでスポーツ医学に興味を持つようになりました。まず必要だったのは、人間の体の動きを的確に捉える方法を見つけることでした。なぜなら人間の体は部分部分がバラバラに動くことはなくて、それぞれの部分がお互いに複雑に絡み合って動くものなのです。ちょっと手を伸ばしただけでも体全体が動きますし、喋る時も口だけが動くのではなくて、実際には頭全体が動いているのです。テニスプレーが手首に及ぼす衝撃の測定法、彼が最初に書いた博士論文である。彼の研究は最初スポーツと体の障害がテーマであった。そしてたどり着いたのが独自のモーションキャプチャー理論であった。面白いですね。あの学者、もともと運動の選手で砲丸投げをさ、もっと合理的にやるにはどうしたらいいか、あれで体を痛めないでね、砲丸投げの距離を出すにはどうしたらいいかなんてことに興味を持って、そのためには人間の筋肉の動きとか、から人間の生理的なね、そのこうそういう骨格だとか、そういうものをきちっと勉強しなきゃいけないって言うんで、それでその人間の体の動きをどういう時にはどういう動きをするかっていう研究をしてた学者なんですね。スポーツとか運動とか、本人も運動選手で、ところがそれを横目で見てた人がいる。ゲームのキャラクターを動かすのに使えないかなと思った人がいるんですよ。アクレイム社は3年前にバイオメカニクス社と技術提携した。当時はまだ未熟な技術であったが、アクレイム社はこの技術の未来にかけた。莫大な金と人材が投入され、技術は劇的に進歩した。今では4人の動きを同時に捉え、電子映像に変えることができるようになった。これは実写ではない、コンピューターソフトが作った映像である。その彼らはやがて次世代のゲーム機である。その彼らはやがて次世代のゲーム機、ゲームソフトを開発するための道具として、ああいうソフトウェアを作り、スタジオを作り、投資をしてるわけですね。でそこをそのために作ったソフトウェアを、たまたま
利用させていただいて、私のラジオ体操を投影させたら、エイリアンがラジオ体操を踊っちゃったと。彼らは今、来年発売の新しいゲーム機のソフトを開発している。未来の画面では人間そっくりの動きをする主人公が縦横に活躍する。そんな時代が来ると従来のやり方ではソフトの開発期間がかかりすぎてコスト割れになる。精緻な画像を早く安く自由に作る方法、それがモーションキャプチャーの技術であった。やがてこの技術はゲーム業界だけでなく映画界やスポーツ界などに応用され、電子俳優や電子プレイヤーが画面の中を駆け巡る時代がやってくる。私たちは開発中のソフトウェアを発売前に使わせてもらい、かくてエイリアンが日本人のラジオ体操を演じたのである。え、間違えちゃった。最後困った。まあいいか。映画にも使われてるんですね。ええ、だから同じような技術がですね、今私がエイリアンになっちゃったんだけど、はい、今度は例えばバットマン、はい、ディジタルバットマンなんてが登場するんですよ。この夏全米で大ヒットした映画バットマン、今見てきたモーションキャプチャーの技術が縦横に使われていた。バットマンのプロデューサーが相談に来ました。スタントマンを使うシーンを予定しているのだが、ビルから飛び降りたりヘリコプターにぶら下がって飛び回ったりと、あまりにも過酷で誰もそんな仕事を引き受けてくれそうになくて困っているというのです。それでソフトウェアでデジタルバットマンを作って、こいつにどんなスタントマンにも絶対にできないすごいスタントをさせようということになったのです。これがデジタルバットマンである。左向きの姿、右向きの姿、そして正面、どんな角度からも見ることができ、自由に動かすことができる。これにモーションキャプチャーで捉えた動きを加えると、バットマンは生き生きと動き出す。超高層ビルから真っ逆さまに飛び降りるこのシーン、まさに映画の見せ場である。アイさん見ました、この映画。あ、そう、確かにね、このシーンどうやって撮ったのかなってね思いました。こうね、そうそう、ダイビング、うん、ただね、確かこう降りて、この後ですね、なんか地下鉄の工事現場かなんかに埋まっちゃうんですよ、バットマンが。当たりなんですよ。ないんですよ。違うんですよ。実際の映画に使われてないでしょ、この歩くところは。うん。なぜかってね。これね、大変大事な話でね。これはそういうデジタル時代の映像を語る上でね、非常に示唆的な話があるんですよ。で、これね、このままここでそれやっちゃうとね、先進まなくなっちゃうんで、これは後回し。ここはそれは置いといて、はい、なるべく早くハリウッドに行きたいと、ね、うん、ハリウッド行きましょうよ、はい、ここはハリウッド。映画という商品を長きにわたって世界に送り続けてきた。虚構の世界をいかに生々しく描くか、世界の才能が集まり、人間の飽くなき夢と欲望を映像で満たしてきた。巨大なフィルム倉庫に私たちはその足取りを見ることができる。新しい映画作りに情熱を注いだ人々の心意気と知恵。1933年制作、キングコング。このシーンは人形の模型を一コマずつコマ撮りして作られた。完成したばかりのエンパイアステートビルに登ったキングコングの姿に人々は衝撃を受けた。アルゴ探検隊の大冒険、人形アニメーションの名作。
70年代に入ると映画制作の現場にコンピューターが入ってきた。スターウォーズでは特殊撮影に革命が起きた。カメラの動きをコントロールするためにコンピューターが用いられ、その斬新な映像は映画ファンの心に深く刻まれた。ターミネーター2。コンピューターの作り出す不思議な映像で人目を引き、大いに観客を集めた。コンピューターの特殊映像自体が観客動員の力になることをこの映画は証明した。今年もいくつかの話題作がハリウッドで完成した。その中の一つがアポロ13。全米興行収入およそ180億円、この夏最大のヒット作となった。誰もが知っている歴史的な事件を記録映像を一切使わずコンピューター映像だけで再現した話題作である。現在可能な最先端の映像技術が投入された。そして関係者を集めて開かれたプレミアショー。主演俳優たちは撮影の難しさを語り、監督は反響の大きさを語った。先日試写会にアポロの宇宙飛行士や管制官をたくさん招待しました。上映が終わった後、彼らは口々にどこにあんな打ち上げシーンの記録映像があったんだいって聞いてきたんです。いえいえ、記録映像は一つもありません。この映画のために全部作ったんですよと答えたんですが、みんなは絶対に信じてくれませんでした。それは私にとってとても光栄なことだったのです。彼の映画が描いているアポロ13号の事故とは何だったのか。これは NASA が実際に撮影した記録映画である。1970年4月11日13時13分、アポロ13号は月へ向けて旅立った。これが NASA の撮った13号発射の瞬間である。13号の打ち上げは11号から数えて3回目。世間の注目をほとんど浴びることはなく、ニュースにさえならなかった。打ち上げから4時間、月に向かう軌道に乗った後、第3弾ロケットが切り離された。あとは月に到着するのを待つだけだった。3人の飛行士たちはくつろぎ、司令船には気楽な時間が流れていった。月への旅程の8割をこなし、目前に月が迫ってきた4月13日午後10時。 This is Houston, say again, please. Yes, Houston, we've had a problem. 宇宙船に異常が生じた。原因不明。皮肉にも事故のおかげでアポロ13号はトップニュースとして世界に報じられた。これは後に撮影された写真である。酸素タンクが爆発し大きな損傷を受けている。飛行士たちは月着陸船へと避難し、命をつなぐこととなった。唯一の希望の糸は33万キロ離れたヒューストンとの交信だった。いかにして帰還させるか、地上の関係者たちは夜を徹して議論と実験を続け、生還の方法を飛行士たちに伝えた。大気圏突入。彼らの応答を待って全世界が固唾を飲む。奇跡的な生還をたたえて、後に人々はこの事故を栄光ある失敗と呼んだ。これはとても挑戦的な仕事でした。 SF 映画とかファンタジーの特撮は簡単なんです。自分の好きなように作ればいいわけですから。でも今回は絶対に本物と見分けがつかないほどリアルに再現することが必要で、それこそが何よりも難しいことだったのです。
映画アポロ13の特撮を担当したデジタルドメイン社。2年前に設立、以来大作映画を次々と手掛け高い評価を勝ち取った。ここは模型工房。特殊撮影に使われる様々な模型がここで作られる。働く人の多くは映画専門の模型職人である。いずれもハリウッドでは名のある超一流の職人たちである。彼らは長年かけて体で覚えた技と勘で精巧な模型を次々に作っていく。ハリウッド映画の特撮を陰で支えてきたのは彼らの技量であった。彼らこそがハリウッドの知られざる名工たちである。この会社にはもう一つ別の建物がある。駐車場を挟んで向かい側にあるデジタル棟である。ここで働いているのがコンピューターで映像を作るデジタル職人たち。給料は模型職人の4倍である。1台およそ1億円の画像処理専用コンピューターオニキス。超高速ネットワークで作業者のワークステーションと結ばれている。ソフトウェアを使いこなせる人、デジタルアーティスト、コンピュータープログラマーなど、あらゆるジャンルの人々をこの会社に集めました。それだけでなく、ビデオ業界からも印刷業界からも採用しました。優れた画家や彫刻家などの芸術家も雇いました。彼ら全員を鍋に入れて火にかければデジタルシチューが出来上がるような人々を集めたのです。彼らはお互いから学び合いながらそれぞれの能力を高めてきました。そして今やこのシチューはそれぞれの材料の味とはかけ離れた全く新しい味を醸し出しているのです。監督から彼らに手渡された絵コンテ。特に注文が多かったのはロケット発射シーンである。点火とともにロケットは煙を吐き、表面に張り付いた氷が一斉に落下する。その様子を実際には不可能とも思えるカメラ位置から撮影する。監督はロケット発射の様子をこれまでになくリアルにドラマチックに表現することを要求した。一番重要な仕事はサターンロケットの打ち上げシーンを完全に再現することでした。当然ロケットはもうどこにもありませんし、実際に作ろうとすれば膨大な費用がかかります。さまざまなメディアで報道され、誰もが記憶しているあの歴史的瞬間のすべてを我々の手で作り上げなくてはならなかったのです。模型制作の部分はどちらかといえば簡単でした。難しいのは炎や煙、ガスなどを出す仕掛けを作ることですが、それらはみんなコンピューターがやってくれたからです。この仕事は模型作りとコンピューターの完璧な共同作業だったのです。